さんこんにちは。四国大学短期大学部の門井泉です。今日は地域と世界と未来を変えるエシカル消費についてお話をいたします。私たちは毎日さまざまな消費行動をとっています。商品やサービスを購入したり、電気やガスといったエネルギーを使ったり、また水も使いますね。ゴミも捨てます。リサイクル活動にも参加をします。私たちのそういったさまざまな消費行動は、実は地域や国を超えて、また今という時代を超えて未来にまで大きな影響を及ぼしているんです。つまり私たちが何を買うか、どのような買い方をするかで、地域や世界や未来が変わっていきます。今日はそんなお話をお聞きください。皆さんは商品を選ぶとき、どんなことを考えて選んでいらっしゃいますか？価格でしょうか？品質でしょうか？それとも安全性でしょうか？価格は高いよりも安い方が嬉しいですね。でも安いけれども美味しくない、安いけれどもすぐ壊れてしまった、安いけれども使い勝手が悪い、これは困ります。味や丈夫さ、使い勝手といった品質もチェックしなければいけませんね。また食べたけれどもお腹が痛くなってしまった、使ってるうちに熱を持って煙が出始めた、これも困ります。安全な商品を選ぶことは私たち消費者の権利でもあるのです。では価格、品質、安全性、この3つだけで商品選びは十分でしょうか？他にはありませんか？実はこの3つに続く第4の基準として、今日はエシカル消費のお話をしたいと思います。ではエシカル消費とはどのような消費行動のことなのでしょうか？キーワードは持続可能な社会づくりのための消費行動ということです。エシカル消費には3つの視点があります。まず第一の視点は、環境を守り未来につなげることに役立つ消費です。さらには第2点目として、人や社会に配慮し働く人の幸せや権利を思いやる消費です。そして第3の視点としては、地域が元気になることに役立つ消費です。つまり環境、人と社会、そして地域、この3つがポイントということになりますね。では実際にどのような商品選びをすればよいのでしょうか？具体的な実践を見てまいりましょう。まず第1の視点です。環境を守り未来につなげていくための消費とはどういったことなのでしょうか？必要なものを必要な量だけ買う、一度で使い捨てのものよりも何度も何度も繰り返し使えるものを買う、そして環境配慮のマークをよく見てグリーン購入を心がける、これも第1の視点に含まれます。さらにはゴミの出ない買い方をする、あるいは詰め替え用の商品を利用するというのもいいですね。そして第2の視点です。人や社会に配慮をして働く人の幸せや権利を思いやる消費です。これは途上国や環境保全の活動を支援する寄付金付きの商品を買うことも含まれます。またフェアトレードのマークがついた商品を積極的に購入することもこの視点の2に当てはまります。フェアトレードというのは、途上国で生産された商品、製品や農産物を適正な価格で継続的に取引をすることによって、途上国の生産者の生活の向上を目指す貿易の仕組みということができます。さらには視点の3つ目は、地域を元気にすることに役立つ消費行動です。これは地産地消を積極的に応援する、あるいは地元の商店を使う、また被災地の応援消費を利用する、さらにはその土地の伝統工芸や地場産業を積極的に利用する、こういったことで今私たちが住んでいる地域を元気にするお金の使い方ができます。例えばエコマークがついた商品を買う、マイボトルを持っていく、また地元の商店を利用する、
さらにはエコバッグ、マイバッグを持っていく、被災地の応援消費を利用する、こういったものはみんな実はエシカル消費に含まれているんですね。私たちはずっと消費者です。買い物というのは自分の財布とレジの間で完結するものではありません。私たち消費者は自分が支払ったお金の行方に責任を持たなくてはいけないんです。私が支払ったお金は地球の未来を守ることに使われているでしょうか、それとも地球の未来を脅かすことに使われてしまっているでしょうか。これは私たち消費者の責任としてしっかりと見ていかなければいけないことなんです。そこでエシカル消費はその商品の持っている背景やストーリーに思いを馳せることを提案しています。今私が手に持っている商品はどんな原材料でできているんでしょうか。この原材料はどこの国で取れたんでしょう。またどんな人が関わってどのような旅をして私の手元に来たんでしょうか。これはこの商品が持っている背景、ストーリーです。そして今私はこの手元にある商品を大事に大事に最後まで使います。正しく使います。これはこの商品の現在の姿ですね。そしてこの商品もいつか私の手を離れる時が来ます。その時はルールに基づいて廃棄をしましょう。リサイクルのルートに乗せましょう。これがこの商品の未来です。つまり商品のストーリーや背景を考えるということはその商品の過去、現在、未来に思いを馳せた消費行動ということができます。人間もおぎゃーと生まれてから命が尽きるまでの一生があります。それと同じように商品にも生まれてから、そして廃棄をされて新しい商品の原材料になって生まれ変わっていくという一生があります。エシカル消費というのは物の一生に思いを馳せながら過去と現在と未来を買っていく、そういった消費行動ということができます。こういったエシカル消費の考え方は SDGs、 持続可能な社会発展のための17の目標と深く関わってくるものです。その中でもゴールの12、作る責任、使う責任は私たち消費者にとって最も身近なゴールということができます。つまり私たちは自分たちの消費行動を通して途上国の貧困問題ですとか環境破壊、そういった社会問題の解決に参加をすることができるんです。私たちが何を買うのか、どのような買い方をするのか、その向こうには私たちがまだ会ったことのない人、まだ行ったことのない国の生活が控えているということが言えます。こういうことを申し上げますと、途上国の貧困問題なんて私には関係ないわ、海の向こうの話なんて僕にはよくわからないな、そうおっしゃる方もいるかもしれませんね。本当にそうでしょうか。あなたには関係ないですか。よく考えてみましょう。実は私たち消費者というのは経済的投票権というとても強い権利を持っています。例えばある企業の不祥事が発覚したとしましょう。そうすると皆さんはどうですか。その企業の商品は買いたくない、あのお店の商品では買いたくない、さらにはもうあのメーカーのものは見たくない、そういったボイコット、不買運動が起こりますよね。このボイコットというのは事業者にとってとても大きなダメージとなります。でもエシカル消費は違うんです。この商品は環境に配慮されて作られているから買ってみよう、この商品はフェアトレードマークがついているから今日はこっちにしよう、この商品はこの地域で取れたものを使っているから私は地産地消を大事にしよう、そうやって
買うことでその商品やお店、そして生産者や事業者を応援することになります。買って応援をする、これをボイコットに対してバイコットと言うんですね。つまり私たちの消費行動は消費者の意思表示の表れということができます。私たちはエシカル消費でその商品を購入することによっていいねの一票を商品やお店やメーカーに投じることと同じなのです。そうやって投じられたいいねの一票は事業者の製造活動、事業活動、さらには商品開発に大きな影響を与えることができます。さあ皆さん、今日からエシカル消費を始めませんか？私たちが何を買うのか、どのような買い方をするのかで地域や世界や未来が変わります。事業者を変える力があります。私たちの持続可能な社会発展を支える力は一人一人は小さいかもしれません。でもその小さな力が集まった時に大きなうねりとなり、そして私たちが住んでいるこの地域から世界や未来を変えることができるのです。エシカル消費の種は私たちの身近な暮らしの中にたくさんあります。できることから始めてみましょう。暮らしの中からレッツエシカル。ありがとうございました。